はい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 。巨人勝ちましたね、マジで。本当に劇的な勝利だったなというふうに思いますし、僕の予想では、まあ、ジャイアンツが日本シリーズ行くんじゃないかなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、第6戦。最後ね。はい。まあ、こんなもつれるとは思いませんでしたし、3連敗した時はですね、まあ、4連敗して負けるのかなというふうに思いましたが、やはりそこは、まあ、ジャイアンツ、やってくれましたよね。本当にまあ、2連勝しまして、まあ、アドバンテージのね、1勝があるんで、まあ、3勝3敗に持ってきたというところでございます。まあ、非常に、まあ、このゲームというか、このファイナルシリーズですよね。まあ、どちらのチームに、対して言えるのが、まあ、得点がね、あまり取れてないっていうところがあると思います。まあ、そのスコアを振り返っていくと、まあ、0-2、1-2、1-2、4-1、1-0というところで、まあ、ジャイアンツもそうですし、まあ、DeNA に関しても、まあ、あんまり点取れてないんですよね。うん。まあ、そういったところで、まあ、しっかり守ってるというか、まあ、ピッチャーが非常によく頑張ってるんじゃないかなっていうふうに、まず思います。まあその中で、まあ明日、まあこの動画を出すのはまあ本日ですけども、まあ第6戦、最後、1戦目に登板した戸郷投手と、まあケイ投手が、最後ね、先発もう一回するというところで、まあ1戦目ですね、まあ0対2というところでジャイアンツ、まあケイ投手を打ち崩せてないわけですから、まあ果たしてどういった、まあ作戦を練っていくのかとかね、どういう、まあ系統であったりとかっていうところが、まあ試合を大きく動かすというかね、キーになってくるんじゃないかなというふうに思います。まあその中で、うん、その中でですけども、まあ記事によりますと、まあ菅野投手とグリフィン投手が、リリーフ待機をしていると、まあ志願してね、リリーフ待機をしているというような、記事はありましたし、まあその、まあ戸郷投手もですね、中4日での登板というところになりますんで、まあ戸郷投手は比較的スタミナがあるというかね、まあシーズンのもう最後の終盤の時から、まあ中4日とかね、やってましたが、まあそういったところで、ケイ投手ね、僕まあちょっと調べてはないんですけど、まあおそらく中4日では投げたこと、日本でないんちゃうかなっていうふうに思うので、そういった意味で、まあ中4日で2人ともまあある程度やっぱ疲れてる中、どのようなピッチングができるのかというところが、まあ試合の、まあ一番の鍵になってくると思いますし、まあ僕の予想では、まあ菅野投手は、まあスタミナあったりとかするんで、そういった意味で K 投手がどれぐらいのピッチングをやれるのか、中4日でね、うん、パフォーマンスを出せるのかっていうところに、結構かかってくるんちゃうかなと思いますし、僕はちょっと意外と、コントロールが荒れたりとか、そういうことの可能性結構あるんちゃうかなって。戸郷投手が崩れるよりも、ケイ投手が崩れる可能性の方が高いんちゃうかなって個人的には思ってます。はい。まあ、わかんないですけどね。はい。その中で、まあ、そのジャイアンツの、まあ、この2連勝の勝ち方なんですけど、まあ、3連敗しまして、で、もうやばいって、背水の陣やっていうところからですね、まあ、ケラーの、投球ありまして、そこからね、スクイズ、セーフティースクイズで、まあ、坂本選手がホームベースにね、ヘッドスライディングしたりとか、まあ、長野さんの右打ちがあったりとか、まあ、いろいろありました。まあ、まあ、4点取ってね、勝ちましたと。で、まあ、僕、その時に流れ変わるよと。もう、この勝ち方、マジで流れ変わるぞっていうふうに言って、まあ、昨日ですよね、昨日。まあ、1-0 でね、まあ、その中山選手の、まあ、値千金、もう値千金以上ちゃうかっていうぐらいの、まあ、ホームランが出て、まあ、1-0というところで、まあ、ヒット数は負けてるんだけども、1-0で勝ちましたと。もう、ここまで持ってきたら僕は、ジャイアンツの方が有利ちゃうかなと思うんですね。で、多分、DeNA からしたら、間違いなく、まあ、今日、じゃあ昨日か、その1-0で負けた試合で絶対決めとかなければいけなかったんですね。なぜかっていうと、まあ、戸郷投手も来るし、菅野投手ももしかしたらリリーフで来るかもしれないというのは、まあ予想ができるわけなんで、まあ理想は4連勝ですけども、まあもし、4戦目で負けたとしても、まあ5戦目で絶対勝っとかなければいけないっていうゲームだったと思うんです。昨日のゲームはね。
特に、まあ、早めに代打出したりとか、まあ、まあ、DeNA からしたら、あれ、ギャンブルスタートでね、まあ、ランナー三塁の時ですよね、ギャンブルで、いけなかったのかとか、まあ、いろいろ、まあ、賛否はありますけども、まあ、なんとかね、絶対勝っとかなければいけなかったんですね。まず、昨日の試合で同点に追いついてれば、DeNA が。うん。もしかしたら普通に DeNA が勝ってた可能性もあるので、まあ、そこを勝ちきれなかったっていう、その DeNA の、そのなんていう流れの悪さというか、うん、ちょっとこう、3連勝してよかったんだけど、4-1 で負けてから、そっからジャイアンツにだいぶこう流れが来てるんちゃうかなっていうふうに思いますし、僕は、今日の試合、多分ジャイアンツ勝つと思うんですね。うん、この流れで言ったら多分勝つと思うんですね。うん。まあそれは分かんないけども、流れだけで言ったら多分ジャイアンツ勝つっす。もうこれは客観的に見て、うん、僕がジャイアンツファンだからとか、そういうのを抜きにして、普通に客観的な、中立な立場で見たら、流れで言ったら絶対ジャイアンツが勝つっすね。うん。普通言ったら。うん。で、まあ、このゲーム接戦が多いんで、ファイナルね。接戦が多いんで、まあ明日じゃない、すいません、今日もか。今日も、まあ接戦になろう、なりそうな感じはあるんですけども、もしかしたらその、ジャイアンツのね、昨日の勢いのままにいったら、点差が離れるみたいなことも、もしかしたら可能性としてはあるんちゃうかなって。うん、ジャイアンツがちょっと点差を開けて勝つっていう未来もあるんちゃうかなっていうふうに思うんですね。で、その中で最後、まあ、スタメンであったりとか、まあ、そのピッチャーのところに関して最後見ていきたいんですけど、まあ、ジャイアンツで言ったら、まあ、僕、打順で言ったら、昨日から動かさなくていいと思うんですね。レフト、オコエ、ショート、門脇、丸、岡本、ヘルナンデス、坂本、中山。で、キャッチャーのところどうするかってとこなんですけど、僕は、岸田選手でいいんちゃうかなって思うんですね。まあ、その、東郷選手、もともと岸田選手組んでて、で、大城さんに代わって、っていう感じだったと思うんですけど、僕はこの流れで言ったら、僕はキャッチャーは岸田選手の方がいいんちゃうかなと思うんですね。まあ、別に組んでないわけじゃないし、もともとノーヒットノーランした時も岸田選手が被ってたわけなんで、別にその、相性が悪いみたいなところもないと思うんで、僕はその、今の大城さんの打撃の、まあ、状態の悪さと、まあ、2連勝した時のね、その、被ってる、キャッチャーのその流れみたいなところも含めて、僕はこれ、戸郷投手とこれ、岸田選手を組ました方がいいんちゃうかなっていうのがね、僕の意見です。流れを変えない方がいいんちゃうかなっていうところ。うん。で、最後、ピッチャーは戸郷投手ですね。で、間違いなく、まあ、このシリーズ見てて、キーマンになるのが、ジャイアンツで言ったら岡本選手ですよね。岡本、中山。うん、この二人ですよね。絶対この二人だと思うんです。4番と、まあ、7番というところですけども、まあ、中山選手はね、昨日ホームラン打ってますし、まあ、岡本選手もほとんどね、この打点っていうところ、ジャイアンツの得点っていうところは、岡本選手の打点なわけなんで、まあ、この二人が、まあ、キーマンになってくるだろう。まあ、その前にどんだけランナーを出せるか。ランナーを貯めれるかっていうところと、中山選手のね、まあ、昨日の一発からどんだけ状態が上がってきてるかっていうところ、まあ、ここの2人がキーマンになると思ってます。で、対するベイスターズですけど、ベイスターズも、まあ、打順はおそらく変えてこないと思います。梶原、牧、佐野、オースティン、宮崎、桑原、森、戸柱、K。これで来ると思うんですね。で、その中でやっぱりキーマンになってくるのオースティンだと思うんですよ。オースティンがやっぱり率は低いけど、結局ホームラン2本打ってるでしょ。で、やっぱり高めのアウトハイの球を2本放り込んでるっていうところで、まあ、そこには絶対投げてはいけないですよね。もうみんなジャイアンツの投手陣全員分かってると思いますけど、絶対アウトハイに、投げてはいけないっていうね、ところを徹底してやってもらいたいなというふうに思います。あともう一人挙げるなら、僕、戸柱選手意外とめんどくさいなと思ってて、まあ、井上投手が完全試合をしてて、まあ、ホームラン打ったじゃないですか。まあ、あれ、ツーボールからまっすぐを狙って強振してホームラン打ったと思うんですけど、それ以外にも結構ヒットとか結構打ってたりするんですね。そういった意味で、下位打線にはいるんですけど、まあ、非常に、このシリーズ当たってるバッターかなと思うので、まあ、その戸柱選手と、まあ、オースティン選手、うん。この4番と8番っていうところに関して言えば、非常に、まあ、警戒しなければいけない。まあ、他の打者もね、もちろんそうなんですけど、特にこのシリーズ見てると、オースティン、戸柱、この2人じゃないかなって僕思うんですね。で、最後、ピッチャーの状態というところを見ていきたいんですけど、ちょっと大勢が今3連投してるんですよね。で、まあ、多分4連投でも行きますっていうふうに本人は言うと思うんですよ。言うと思うんですけど、まあ、昨日の状態とか、
見ててもフォークが結構引っかかってたりとか、まあ、ストレートは状態いいと思うんですけど、結構ちょっと制球がね、どうかなっていう、まあ、デッドボールあってたりとか、まあ、ありましたし、フォアボールも出してたりとかあったんで、まあ、そういった意味で4連投ね、やっぱコンディションを見て本当にできるのか、まあ、本人は行くって絶対言うんですよ。絶対行くんって言うんで、そこを、まあ、そのトレーナーであったりとか、まあ、コーチであったりとか監督がどういうふうに判断するかっていうところはかかってくると思います。で、まあ、昨日ね、ケラー投手も投げてない。で、船場様投手も投げてないっていうところで、まあ、この二人は間違いなく、明日投げるんちゃうかなと思うんですね。うん。で、先ほど言ったように、菅野投手、グリフィン投手が、まあ、ブルペンにね、待機してますっていうふうなことを言ってるんで、多分、グリフィンは、まあ、ちょっと期間があれなんで、どうかなっていうところはありますけども、まあ、菅野投手は、まあ、展開によってはマジで投げるんちゃうかなと思いますし、多分、本当に先発の時とはね、違って、まあ、おそらく、まあ、そんなに長いイニングは投げないと思うんですけど、まあ本当にフルパワーのというか、もう本当にもうキレッキレの菅野さんを、まあ見れるかもしれないですし、まあ展開によってはね、そういった場面もあるんちゃうかなと思ってます。まあその相手のその DeNA に関しては、まあ中川投手だったりとか、まあ坂本投手、佐々木投手、まあ森原投手とかね、まあいますけど、まあ結局、まあ、どっちかっていうと、まあ DeNA はその投手力がね、まあしっかり抑えてますけども、結構こう、買いまたぎとかやらしたりとか、まあ、ほんまに絶対的なピッチャーいるかって言われたら、まあ、どうかなっていうところはあるんで、そういった意味では、まあ、ジャイアンツね、まあ、非常に、ブルペン陣は状態いいと思いますし、まあ、どっちも状態はいいんですけど、駒はね、明らかにジャイアンツの方が強いかなっていうふうに思うので、あとはもう、打てさえすればね、勝てると思うので、まあ、そこをどうやって突破していくか。まあ、K 投手ね、中4日で、ちょっと僕はどうかなっていうところはね、あると思いますし、K 投手、まあ、球が強いんで、結構散らばったりとかしますから、そこを目線下げて、高めのボールを振らないように、やっぱりボール球を振らされるとね、まあ、相手有利に進んでいくと思うので、そこをどうやって判断していくか、何の球を狙っていくか。まあ、まっすぐはね、基本多いんで、うん。まっすぐカットぐらいがね、スライダーとかね、そっち系が多いんで、やっぱりね。そこを、まあ、どこに目つきをしていくかっていうところですよね。高めやっぱ現金で、ベルト付近をどんだけ打っていけるか、振っていけるかっていうところにかかってると思うので、まあ、大振りしてもですね、球が速いとファールになったりするんで、どれだけ低いライナーを打っていけるか、っていう意識でね、打っていければ、ピッチャーの足元とかね、抜いていける可能性が高いんちゃうかな、っていうふうに思うんで、まあ、長打はね、まあ、岡本選手であったりとか、そのあたりに任しといて、あとはね、ピッチャーの足元ね、しっかり目線下げて、目付けを下げて、打っていければ、僕は全然いいと思うし、まあ、バントもね、非常にこう、うまく決まってるっていうところはね、ジャイアンツありますし、まあ、DeNA に関しては昨日ね、増田大輝選手がうまくね、海老名選手のバントを処理したみたいなところもありましたんで、結構バントっていうところも、勝負のキーになってくる可能性もあるので、そこはね、まあ、ジャイアンツは、しっかり一発で決めて、うん、守備でも、まあ、昨日ね、いいプレーをしてますから、相手もね、プレッシャーかかると思いますんで、バントするにしてもね。うん。そこは、しっかりね、ジャイアンツらしい守備、ジャイアンツらしい、まあ、攻撃をね、見せてもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、まあ、最後の、まあ、第6戦の展望というか、まあ、お話、していきました。まあ、僕、まあ、再々、まあ、もう一回言いますけど、まあ、おそらくジャイアンツ勝つと思います。僕の予想では 80% 以上、ジャイアンツが勝つんちゃうかな。まあ、流れを見てもね、思ってますし、まあ、菅野投手であったりとか、グリフィン投手も、まあ、ブルペンに待機するというところで、まあ、それぐらいね、まあ、DeNA もそうですけども、まあ、総力戦でね、来ると思いますから、まあ、このようなね、試合を見れるということに感謝して、試合解説の方もね、しっかりやっていきたいと思いますんで、ぜひね、最後まで、ジャイアンツを応援してあげてください。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。